アドラー1回ひねりはバーと体の間に足を通し、そのまま引き上げてバーの上で1回ひねる。この時体が流れてしまうと車輪の勢いがつかず、心身コスミックの高さが出ない。体を伸ばして飛び越そうとするとバーに足が当たってしまう。完成度を上げるには高く飛ばなければならない。難度と美しさの両方を求める戦いは富田の肉体を次第に追い詰めていった。体力面も苦しくなってきますし、その苦しくなった状態で技を続けていくと、やっぱり美しさっていう表現まではいかなくて、成功することだけになってしまったり、まあ、最後の着地まで注意できなかったりということが多々多くなりますね。ルール改定の翌年に開かれた世界選手権、有力選手がどんな演技構成で来るのか注目された。特に有利になると思われたのが、難度の高い技を連発する中国の楊偉だった。富田の最大のライバルと見られていた。楊偉は跳馬で富田より1点近くも高い持ち点の技を使った。高い着地で減点されたが、得点では富田を上回った。富田の強さは完成度の高さ。しかし減点の基準は審判によってまちまちだった。これは富田の演技。体が水平で一直線に伸びている。一方楊偉は下半身が下がってしまっている。こうして比較すれば完成度の違いは明らかだが、得点の差になって現れないことがあった。思った展開に持ち込めないまま、富田のリズムは徐々に狂っていった。新しいルールで新しい技をどんどん入れていくと、何箇所も注意しなければいけないとか、気を使わないといけない部分が多くなってくるので、やっぱり歯車が狂ってどんどん悪くなっていった。最後の鉄棒で富田のプライドは打ち砕かれた。アドラー1回ひねりから心身コスミックの連続技、いいですよ、綺麗ですね。十分な高さで綺麗に決めた。ところがしっかりと掴んでほしい。悲劇が。富田の象徴コールマンで落下。高い完成度を保ちつつ難しい技を取り入れた結果の敗北だった。優勝は楊偉。富田は12位に沈んだ。北京オリンピックは1年後に迫っていた。どう戦えばよいのか。その失敗を生かさないといけないと思ったのと、あとは本当に自分のやりたい体操は何なのかまた考え直して、やっぱり美しい体操っていうのはやっぱりのが、目をつぶることができなかったので。遅咲きの少年を世界の舞台に押し上げたのは美しい体操への憧れだった。それをやりたい一心で
富田は今まで体操を続けてきたのだ。美しい体操をしよう。それで金メダルが取れなくても構わない。富田はそう考えていた。まあ、自分としての武器っていうのは美しさ、流れのある動きだと思います。で、自分のやりたい体操だと思ったので、しっかりとそういう自分の納得のいく演技に仕上がれば、まあ、周りの人も見る人にも感動してもらえると思いますし。2008年8月北京オリンピック個人総合優勝候補筆頭は、団体で金メダルを取り勢いに乗る中国の楊毅だった。しかし富田には順位よりも大事なことがあった。今まで積み重ねてきたものを精一杯出せるかだけを考えてやってましたね、はい。金メダルに向け楊毅が得点を重ねていく。16点台の半ばの得点を目論んでスタートしました。楊毅高い、ね、そして遠くへしっかりとラインの中に着地も収めました。富田は丁寧に研ぎ澄まされた演技を続けた。さあ、この後交差のひねり、さあ最後までまだ停滞することなく演技を終えました富田。3種目目のつり輪で予想もしないアクシデントが起こった。いつもよりはスムーズな収め方ではありませんが、ここは失敗です。あっと、失敗です、失敗です。体を振り下ろした衝撃で左手のプロテクターがずれた。プロテクターは釣り輪から手が外れないようにするための道具だ。そのプロテクターが突然ずれてしまったのだ。ずれたことによってさらにスイングをしてしまうと完全に外れてしまう危険があったので、まあ、体がそれに反応してスイングを弱めてしまったんです。異変に気づいた富田は演技の途中で勢いを弱め、とっさに予定と違う技でしのいだ。左手のプロテクターはずれたままだった。演技の途中で手が外れると床に叩きつけられて大怪我をする危険がある。最後の折り技の時だった。富田釣り輪で失敗。倒立に持っていくところがスムーズにいけませんでした。さあフィニッシュです。まずは着地を収めることだった。外れた、危ない。着地を収めることだった。外れた、危ない。膝と腰を強打し首筋を痛めた。首はむち打ちのような状態だった。もはやメダルの可能性はほとんどない17位に転落。これまで数々の栄光を手にしている富田が傷ついた体で演技を続ける理由は何もない。誰もがそう思っていた。最終決断としてやめさせるかどうかも迷ったぐらいだったんですけども、まあ本人の意思が最後までやろうやり続けようというふうに感じ取れたので、僕の口から棄権しようということは言わなかったんですね。富田はやめなかった。
自分が理想とする体操はどういう